はいさーい、はいさーい。今回は、はい、なんとですね、沖縄の中部にですね、はい、人魚がいるということでね。人魚がいるらしいんすよね。都市伝説として語り継がれてるんですけど、 それをね、ちょっと探してみようかなと思って、はい、はい、ちょっといろんなビーチね、はい、ちょっと中部のね、うん、探して、まあ、とりあえず見つけようかなって思ってます、はい。どこにあるかちょっとわからないんで、はい、まあ、中部のビーチちょっとぐるぐる回ってみようかなと思ってます。はい、はい、じゃあ続けてみましょう。はい、ちょっとここ基地ですね、こっち。ああ、こっちですね、うん、なんか中部ビーチね、意味わからんところあるんですよ。どういうこと？なんか基地の横とかにビーチがあったりする。ああ、それあるよね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。この基地だね、うん、ここも入ったらダメですからね。ここ入ったらダメなんですけど、ここの横通る分なら大丈夫なんです。あ、まあ、そうだね、はい、あ、ちゃんと道あるね。はい、ここから道あるんで、うん、ちょっと行ってみましょう。こっち行ってみましょうか、とりあえず。オッケー、はい、この基地の横を通っていく感じね。うわ、ハブとか出てきそうだな、ここ。うわ、びっくりした、ホースだった。ホース、ヘビに見ようって。お、なんか海、あ、見えてきた、見えてきた。海に行ってきました。あ、来た。あ、綺麗。来ました。沖縄といったら海。あ、波が立ってますね。あ、ちょっと今日荒いですね、結構。お、来ましたね。さあ、ここに人魚いるのか。ちょっと険しいですね、思って。険しいぞ、ここ。しかもここもサンダルで行くっていうスタイルね。はい、たけしらしいですね。サンダル、ダブル。あ、どの辺にあるんですかね。確かに。あ、なんかビーチ見えてきましたね、ちょっと。あ、マジ？はい。あ、ビーチ。ビーチがあります、ね。砂浜ありましたね、はい。あちらに犬もいます、ね。あ、本当だ、犬がいる。犬いますね。うん、あ、可愛いですね。ワンちゃんが水浴びしてますね。あ、ボール取りに行ってる。可愛い。なんかこの辺に、なんか人魚がいるって聞いたんですけど。わかんないですか。人魚がいるって。人魚、はい、わかんないですよ。いや、聞いたことねえな、俺。あ、聞いたことないですか。あ、どっちで聞いたことない。あ、聞いたことない。たまにしか来ないから。あ、たまにしか来ないですか、うん、じゃあ、はい、ここにはいないみたいなんで。そうですね、違うとこ行きましょう。行ってみますか。はい、2つ目のビーチですね。はい、ここもね、もしかしたら結構広いんで、このビーチ、うん、もしかしたらいるかもしれないです、うん。場所は宇検ビーチですね。はい、早速行ってみますか。行ってますか。とりあえずあっち入り口なんで、入り口に向かっていきましょう。結構やっぱ今日波強いですね。あ、本当だ。あ、海見えてきましたね、ついに。ちょっと風強いですね。見当たらないですね、ここら辺は、うん、ちょっと右側行くと多分もしかしたらあるかもしれないです。あるっていうか、いるっていうか、人魚はどういう状態なのかっていう。確かに泳いでるのかな。ないっすね。この辺にはいないみたいですね。なんかもうちょい奥行ってみます。ちょっと奥行ってみますか。はい、はい、センターの方まで来ました。さっきまで来たんですけど、やっぱり何もないですね。ちょっと波荒いっすね、これ。風強いし、結構波強い。波強い。多分人間がいないところにいるんじゃないですか、人魚って。やっぱ見つかると緊急材料とかにされるじゃないですか。人魚の生き地なんだら、不老不死になるって言われてますから。不老不死になると。ベジータが大喜びですね。ベジータもそうだな。はい、今ビーチに向かってますね。はい、別のビーチに向かってます。はい、別のビーチで、いろいろ調べたんですけど、なんか人魚のこと、うんうんうん、人魚はなんか歌が上手いらしいんですよ、うん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 、で、歌が上手いらしくて、うん、こうなんか人を誘惑するらしいですよ。なんか船とか人をこうおびき寄せるみたいな、歌声で。歌声に釣られて寄ってくるんですよ、人は。で、その寄ってきた人を誘惑して安心させて、うん、食べるっていう。食べる？はい、そういうことする人魚もいるらしいです。肉食な？肉食らしいです。マジな、はい、怖いんだけど。この歌声でこのちょっと誘惑されてね、うん、誘惑されるね。食べられるかもしれないですね、もしかしたら。結構ね、美味しそうだからな。食べ20キロぐらいだったら食べられていいですかね。あとなんかこう、人魚独特の力があるらしくて、はいはいはい、なんかこう、嵐を起こしたり、
天変地応募したりしたら、すごいパワーの持ち主だな。はい、そうなんですよ。で、あと人魚って美人しかいないみたいな。あ、まあ、そういうイメージだな。はい、でも日本にいたとされる人魚いるんですけど、うんうん、めっちゃブサイクですよ。そうなの？めっちゃブサイクでした。なんかすごいなんかお化けみたいな。あ、だから他の外国のあの人魚は可愛いんですけど、日本だけなんか特別なんか化け物扱いですよ。人魚。はい、ちょっとね、結構険しい道に来ましたけど、ちょっと Google のアップで見たらこの辺ビーチがあるんですよ。どこでしょうかね。ちょっと右ちょっと曲がってみましょうか。あ、一見ちょっとビーチとはほど遠い感じですけど、ね、遠いですけどね、雰囲気は。え、ここまっすぐ？え、行けるな、ここまっすぐです。嘘、本当に？地図上ではまっすぐですけど、ちょっと怖いな。おー、見えてきましたね。あ、なんか開けてますね。え、ここ？もうちょい前？もうちょい前ですね。おー、見えてきましたね、海が、海が見えてきた。すげえ。こんなところにいるのか、本当に。でもね、なんかいそうだね。うん、ちょっと左行ってみましょうか。左。あ、もう海やん。あ、海だ。あ、でもこれ以上行ったらちょっとなんか、え、行けんのここ。おー、海の横走るってなんかすごいな。すごいですね。おお。大丈夫？この車持ってくれよ、俺の車。はい、着きましたね。はい、ビーチに着きました。ここは怪しいよね、本当に。うん、怪しい。ちょっともしかしたらいるかもしれないです。はい、はい、見に行きますか。はい、おお、ちょっと行ってみましょうか。あ、ビーチだ。なんか本当に隠れスポットって感じだね。うん、ビーチだけどなんか人魚の様子はないですね。もうちょい奥行ってみますか。はい、ちょっと奥行ってみましょう。はい、ちょっと潮引いてますね。あれ何？ん？何あれ？あ、なんか宇宙上げられてますね。見てみる？なんかちょっと生物じゃないですかこれ。何でしょうか？行ってみる。何あれ？何ですかこれ？え？ただの木ですね。ただの木？なんだ？人魚が打ち上げられてんのかなと思った。なんだろうこのでっかいの。ね。まあ綺麗なビーチですけど、ちょっと人魚はいないみたいですね。どうなん、ここにはいないみたいだな。うん、ちょっとね、人魚の情報少ないですね。ちょっと聞き込み調査してきますか、ちょっと。そうだね。はい、こっちのビーチあるんで、ちょっと行ってきますか。はい。あ、綺麗ですね、こっちね。あ、ここは綺麗ですね。いるね。多いな。き聞いてみますか、いろいろ。探し回りますか。人口はね、こんないっぱいいるからね。有力な情報得られそうですね。得られそうだね。はい、聞き込み調査しようと思ったんですけど、うん、なんか中国人しかいなかったんで。外人が多かったですね、ビーチ。観光客多いですね、やっぱビーチはね。はい、なのでちょっと街に出てね、はい、はい、ちょっとインタビューしてこようかなと思ってます。了解です、じゃあ行ってみますか。はい、行ってみましょう。あ、すいません。はい、ちょっとね、今人魚探してるんですけど。な、あ、こんにちは。人魚、わかんない？聞いたことない。僕、昔 YouTube で探したことがあって、人魚を。ついに発見です。岡谷どかりって知ってる？知りませんね、これ、うん、あ、これ天然記念物みたいな。この6種類。あ、この6種類。この6種類は、うん、イリヤモテヤマネコやヤンバルクイナのように国の天然記念物として指定されてるって。あ、なるほど。あ、これは取ったらダメなやつですね。なるほどね。触ってもダメですね、こちらの方。あ、これ見たことあるな、これな、うん、紫岡谷どかり。ね、ちょっと、あ、こっちにもいますね。宮古八重山にいる岡谷どかりのカバ。しかも85年ってめっちゃ最近じゃないの。うん、ちょっと最近ですね。
海ってね結構知られてない部分あるんで、うんうんうん、やっぱどんどん見つかってるんですよ毎年毎年新種が、うん、神秘に満ち溢れてますね海は。すごいな。はい、じゃあ次のビーチ行ってみましょうか、うん、はい。